清峰遥と要圭は悪夢のようなバッテリーだ。いや、てめえらクソバッテリーの面だけは二度と見たくなかったんだよ。あの時は完全に抑えられちゃいましたね。二度と会いたくない人っていますよね。毎日走り込んでゲロ吐くまで練習しても到達できない領域がある。俺は高校生活ラブ&ピースで楽しみたいのよ。一緒にやる？俺ならどこでやっても一番だし、甲子園優勝するし。うっせえな、俺が一番だ。そうだ、ゲームやりましょう。ゲーム、ダサ、クッサ、かゆ、なにこれ。僕たちはやっぱり野球しかない。俺の球を取れ。取れねえわけねえだろ。